皆さん、いかがでしたでしょうか。なんか今年はなんか違うような感じで、福が来るような感じしますね。もう一度、松井大吾さんの歩みに、皆さん、温かい拍手、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。